グランドディンクは台湾のオートバイメーカーキムコが2003年から製造を販売している 50cc250cc までの水冷4イサイクル単気筒エンジンを搭載したスクータータイプのオートバイである。当初は台湾国内向けであったものをキャブレータセッティング等を変更し国内では車種が少ない 125cc サイズの大型スクーターとして輸入販売された。 国内での正規代理店はキムコジャパンとなる。その後、150cc、250cc の各モデルがそれぞれ輸入販売された。50cc モデルは並行輸入の形で国内に入ってきている模様である。全モデルにおいて12インチタイヤを使用、メーター内にタコメーターが装備されるなど走りも意識したモデルである。ライバル車種は 台湾ヤマハ製造のマジェスティ125、同台湾の新車が製造する RV シリーズである。グランドディンク125グランドディンク125それまで国内で販売されていた 125CC スクーターとは異なり、同クラス最大級の車体に40リットル超えの大容量、メットインスペースを確保したモデルである。エンジンには水冷4サイクル単気筒エンジンが用いられ、 前後輪には12インチのイタリア製ホイールが採用されている。また、前後ブレーキには2ポットディスクブレーキが使用されている。初期のモデルは、車両の全長、特にシート以後の形状が現行モデルよりも短くなっており、マイナーチェンジモデルのタイプ X、K、Z の登場で、シートとシートカウル形状が変更され、シート高も 20mm 低くなり、 ホイールベースには 45mm の延長がなされ、ローロングスタイルになった。グレード分類は、チペクツは MC5 のベースグレード、タイプックにはキーシャッターが搭載、タイプズにはキーシャッターと電動格納サイドミラーが搭載となる。フロアの形状はフラットで、ビール缶の箱などを置くこともできる。また、メットイン内には 12V のシュガーソケットが、 標準装備、電動格納式、サイドミラー、タンデムバー、タンデムバックレスト標準装備など、豪華装備が売りだった。走りも、ボディの大きさからは想像しがたいほど力強く、国産多種よりもパワーがあった。しかし、新車装着のドライブベルトに不具合があり、走行距離に比例することなく切れてしまうという、問題点があった。この点に関して、 メーカーからリコールの扱いにはなっていない。グランドディンク150蒸気の 125cc モデルのエンジンを水冷4サイクル短気筒 150cc エンジンに置き換えたものである。駆動系部品や吸排気系部品等に 125cc モデルと互換性がある。グランドディンク 25125cc モデルのエンジンを水冷4サイクル短気筒250 cc エンジンに置き換えたものである。エンジン周り以外の装備に125、150cc モデルとの差はないが、150cc モデルとは異なりエンジン周りの部品に互換性などはない。ありがとうございます。